いや、さすがにレウス装備強いな。防御力32、攻撃1。これは作り。さあ、そしたら次はディアだ。角の竜は砂の底。前回シビアーナかけてくれたのってこいつらだよね。これ仲良く死毒だよな。うわ、やっと見つかった。5分かかったんだけど。カモが来たね。呼ばれちゃったよ。このムービーで一応教えてくれてんだね、こうやってディアボロス呼ぶんだよって。世界の終わりじゃん。なんかゴジラみたいだね、この絶望感つうの。初めてディアブロス見た人はびっくりしちゃろうな。俺はもうあのこいつほんと冗談抜きで1億体買ってるからね。怖えよ。まずは体力の総意。突き上げられたらひとたまりもなさそうです。これなんか刺さるんだっけ、この岩。あ、ぶっ壊されちゃった。1、これ当たるだろ。生太郎、そのしびれはどうなの。生太郎じゃねえわ。は、硬っ。え、頭緑じゃ切れない。ちょっと足なんて切りたくねえしな。あ、そして生太郎の巻き吹き、頭に傷つける。多分角が切れないだけで、その首下らへんなら当たると思うんだよな。スリンガー着撃弾か。これでスタッドルは。やっべ、おっと、体力の装備で耐えた。生強化打ち行きてえな、吉田もだけにな。全体的に硬すぎんな。適当に切る。一旦切れない。これちょっと厳しい戦いになるな。間違えた。最悪、もったいね。まあええわ。12、はい、来た。強化打ちからの、ええ素通れんの早くね。しかもなんかスタンも取れたわ。ちょっと待って、これ待って、氷属性が相当効いてんなこれな。あれだからね、ギエナ氷じゃなくてギエナ片手だから、氷だから。これもう一回スタン取れると見た。あれ、これボロボロ下げ取れんのか。それを言ってくれよ。なんかあのアンジェノキ戦のさ、ドスジャグラウスもそうだったけどさ、ムービーで倒した相手が剥ぎ取れるってすごくないか。昔のモンハンはね、消えちゃったからね。こうやってね。竜子中、竜子中しか出なかった。やっぱちゃんとゲットするには勝ってねえってことなんか。1、2、あ、最悪、強化打ちなかった。体力の装備脱がないと回復しないからね、これ。なんか攻撃しにくいな。
100匹でももう一個落ちねえかな。なめだろお前、遅いんだミツムシが。え、またシビアな仕掛けだ。虫かこそくの罠師だ、罠師だからだ。これは殴って弾を落とさせようと思ったけど逃げたわ。つうかさ、この上キャンプだよね。これどうやって行くの、これキャンプ地に行けないんだけど。上から降りるってこと？あーそうだ、ここだ。しかも光ってる骨あんじゃん。いらねー、ここならキャンプ。いやーここだここだ。調査資源管理所に相談してみましょうか。楽になったぜ。さあしたら尻尾も切りてえぞ。はい、方向させない、よいしょ。でこうだ。距離も、距離はちょっと足りてない。え、なんかどっか壊れた、どこだ。あれディアボロってさ、尻尾1段階角2段階じゃねえの。欲膜かどっか壊れるようになってんのか。粘着石オッケー。じゃあ一発入れた、もう一発入れた。ジャストラッシュまでいっちゃえばよかったなこれ。いやちょっとたまげたな、あれで死んじゃうんかい。あぶね、間に合った。あ、しかもまだあれじゃん、ついてたねあれ、釣りが粘着弾。ただこれ同時にスタンしちゃったかもな、クラッチダウンと。だから無駄になっちゃったかも。これはね、これでできれば尻尾に行きたかったけど無理か。前は切れろ、ふん。ただ傷はついたからな。で支給品見てきたよ、支給品に、支給品用音爆弾これあったから。何やってんだこれ、やっぱスタミナ管理できてないわこれ。いやーこれ尻尾もこれでしか無理だ、食らうねー。押しますグレードの、もう尻尾切るまでこれをやめない俺は。ナイスバギー、2回目だぞ。生だろ、やるじゃねえか。はいはい、よっしゃー。さあ、こっからはもう独断道じゃら。独断道。独断上じゃ。避ける。避けらんない。精霊の矢が発動したけど、このダメージ。マジで2発で死ぬ。もうクラッチ必要ねえから、音爆弾、セットしとこう。潜ったら速攻でやる。ほら、怒ってっから無理だね。そうなんだよな、怒ってる時音爆弾効かねえんじゃさ、あれじゃねって思うんだけど。クラッチクローの吹っ飛ばしで必ず怒っちゃうからさ、なんか相性悪いかもしんねえな。でこれは尻尾気づいてるから尻尾に行く。っていうか尻尾が一番柔らけ。ナイス飛び、粘着石使うか。おお、どうだ、スタンしろ。あれ頭に当たってない、弱ってんじゃん。これは怒った、あーダメか。これってさ、あーそうだよね、逃げてる時は聞かれるんだよな。角竜の尾行、わー来たねー。もう一スタン取るよ、これいいや。頭にそのままぶっ飛ばしてクラッチじゃなくてスリンガー着撃弾当てちゃうか。なんだろう、こっちや。ほら掘っちまうぞ、疲れてえら。いける、
さあ、そしてこれで着火器弾があるから、でなんだこれ、やべ、これちょっとやめろって、これマジむずい、生でバックステップ出すの。しかも結局スタートしなかったし。はい、さようなら。まだ終わらん。ただジャスティングラッシング、オッケー。ものと話がしたいと。まだまだ負けん、まだ余裕があるな。鶴竜の廃校、おお、いいじゃん、骨髄出たじゃん。ねじれたつの、これだって骨髄の方がレア度高いべ。フラウェイオジャシアサ、地脈回路で迷子になってる、かわいいな。今死の間際、炎の生命力を極限まで溜め込んでいるよ。地脈回路はその名の通り大地の脈。地脈回路の奥で優が死んだら、膨大な炎の生命力が放たれ、地脈を駆け巡り、あらゆる場所から炎が吹き出し、空が焦げ、大地の全てが跡形もなくなるよ。ちょっとあれじゃないの、君も早く避難した方がいいよ。これがあの竜の秘密、これがこの地の終焉、それが自然の定め。みんな静かに。では状況を整頓しよう。彼らの尽力で古代竜人からいくつか情報を得ることができた。一つ、ゾラン・マグダラウスは地脈回廊に向かっている。二つ、マグダラウスは死を迎えた瞬間、溜め込んだ生命エネルギーを放出する。三つ、地脈は新大陸全土につながっており、万が一彼が地脈内で命を終えれば、放出したエネルギーによって新大陸が火の海となることが予想される。総司令、ここは避難を優先しましょう。妹にも気球で避難するよう伝えます。それじゃ間に合わないよ、討伐しかないんじゃないの。しかし討伐した瞬間に火の海であることに変わりはねえぞ。渡りの古竜を討伐するということは、新大陸の生態系を僕らの手で断ち切るということや。僕らがここに来た理由は他にあるはずなんや。いいですか。でしたら回廊以外の場所に彼を導くというのはどうでしょう。ゾラ・マグダラウスを導く。調べたのですが、地脈回廊は海と近接した場所にありますよね。回廊にやってきた彼をどうにかして海側に誘導できれば。なるほど、海の中であればエネルギー放出の衝撃を和らげることができる。その後は彼の命を苗床に海の中に新たな生態系が築かれるだろう。問題が、以前報告した通り大規模作戦に必要な物資が枯渇しています。それにあの巨大な古竜の進路を変えるだなんて、一体どんな兵器を使ったら。大丈夫だ、心配に及ばない。なぜならば、あれは火よった。あー、ギルドに行ってた船か。待っていたぞ船長、よくやってくれた。間に合ったな、物資を山ほど持ってきたぜ。バリスタ大砲の弾、何でもござるだ。それだけじゃねえ、ギルドはとんでもねえものを積んだ船を預けてくれた。最新式の対古竜用兵器、激流装だ。これがあればマグダラオスの誘導に強い希望を持つことができる。なんかこれあれだな、激流装ってそんなにヤバいものなんだ。最新対古竜用兵器って言われてたよ。マグダラスのあんなクソでけえ図体にですら信用をも希望を持つことができるんだ、激流装。なんかその神の武器みたいな扱いを受けてんだな。よし、ハンターたちは急ぎ地脈回廊に向かえ。具体的な説明は現地で行う。よろしく頼んだぞ。それでは我々に導きの青い星が輝かんことを。マグダラス本番だ。
とその前にね、マグダラオスを見送りに行きましょう。私たち全員で、アレチドテトルに会いに来てえな。うわ、力の極と守りの極がついに追加されたわ。これはもちろん買いと。持ってるだけで攻撃と防御アップ。痛い痛こいつだよ。3匹を連れ戻す。捕獲用ネットで外捕まえるにゃ。大丈夫かそれ。ねえ、俺たちのさ、国際関係に傷がつかない？こいつか。これ大丈夫？これ国際問題だよ。ははびっくりしてんじゃん。コーチ、荒地の守り族、ドロドロドロってなってんじゃん。さあ、これでモンスターライドできるようになるかな。お供道具、守りの大盾。でも、お供道具はね、結局、ミツムシが強えんだよ。あー、来た来た。これでケストドンに乗れるようになったわ。ああ、一般人の方もいるじゃん。どうも。釣りはいいですね。自分は新大陸の魚類について調査を一輪されているものです。釣りが生きがいで、寝ても覚めても釣りに没頭、向こうの魚類を制覇してしまい、さらなる当たりを求めていたらいつの間にやら調査団にフッキングされていました。今は新大陸の魚類調査を進めつつ、自分と肩を並べられる釣り仲間を探しております。フッキングって何？なんかそのフックに引っかかることを言ってんのこいつ。あなたはいかがでしょう。興味があればお声かけてください。あなたの実力拝見いたします。どうも。お、刺身 UFO 一匹お願いします。これなんか意味あんのこれ。古代リュウチンの手形もらえるけど。あ、なんかでかいぞこれ。ドスピンクパレタス。あ、釣れた釣れた。これでバウンティークリアか。でも古代リュウチンの手形なんて何に使うねん。お友達チケットももらったわ。古代竜神の手形。マカレンキンの施設で便利なアイテムと交換できる。アイテムの錬金。これだ。これで使うんだ。ただ何取るよ。やっぱ飛躍か。飛躍。飛躍に古代竜神の手形を2個ぶち込むと200ポイントだから。あ、6個飛躍ゲットできた。なるほど。なんか探したけど、普通にお泊まりチケットを使う装備がないんだけど。で、そんなことにもうこっち、広域の5石。これでしょ。見てこのスキル一覧。ちょっと怪異とは思えないほど強くない？さらに、このヘビーロックボーン2。ゾラマドラグアウス行くとなっちゃう、やっぱこいつが必要でしょ。調査団に入り、新大陸中の食べ物の味に特化した事典を作りたい。私がそう言い出した時、祖父と父はついでにコリューの謎も解いてこいと快く送り出してくれました。そういえば相棒、結局聞いてませんでしたよね。あなたはどんな思いで新大陸に来たのですか？ミラーボレアスを狩るためと。乾杯しながらじっくり聞きたいけれど、今一刻を争う時、またの機会に、はい、さて、それでは誘導作戦といきましょう。マグダラオスからすればバリスタや大砲の攻撃はなんかかゆいぐらいものだそうです。総司令がおっしゃるにそれで良いとのこと。ハムシの胸に飛び込むことを人が嫌がるように、層の中では穏やかに眠れないように、彼にここは騒がしいな、下界は静かでいいなと思わせれば成功です。なるほど。行きましょう。行きましょう。ゾラマグダラオス誘導作戦。なんかもはや座礁してるじゃん。それでは
作戦を説明する。地脈はこれより先地中深くへと続いている。ゾラ・マグダラウスは間もなく地脈を進み現れるだろう。ここより奥に進んでしまったらもう手出しができない。その前にこいつで食い止めよう。おおお、こんな風になってんのかよ。この激流層で奴を迎え撃ち進路を変更して外界に逃がすんだ。そのためにマグダラオスの勢いを止めなくてはならない。奴の体力を減らし歩みを緩めてくれ。そして今一つ、おそらく今回もネル・ギガンテがやってくるだろう。奴が場を乱した場合撃退は任せた。作戦の成否はお前たちにかかっている。頼りにしているぞ。偵察を頼む。奴が現れたら合図を。来たぞ。行くぞ。あるものはすべて使え。周囲を通さに観察しろ。想像力だ。体のみならず頭を使え。うわあ、なんかマグダラオスの背に到着後、奴の体力を減らせ、排熱機関を破壊、もしくは天井の鍾乳石を落としてダメージを与える。これだ。え、なんかすげえ熱いんだけど。鍾乳石には火薬が仕込んである。スリンガーで撃って爆破してくれ。オッケー、頑張ってください。2個しかね、いや4つぐらいあるな。ご注意を。絶対忘れねえようにこれ熱いな。結局何すりゃいいんだこれ。マグダラオス外郭に到着しました。排熱機関を破壊して体力を減らしてください。ここでどれだけ奴の体力を奪えるか、それが作戦の成果。ヘアーッ、排熱機関を発見しました。ガハッ、ハンマー専用なんだよ。ヘアーッ、2回で壊れるだろ。あの転入石みたいなまだだよな。知るな俺。あ、さすが強っ。地球品用飛躍があるわ。もう飲んどくか。うわあ、さすがに HP 上がるね。あ、来てる。もう早い。あれこれ、あ、あれなのか、着火しなきゃダメな感じ。前は目の前のこいつをぶっ飛ばす。これより普通にこっちの方がいい説ある。あっこらせえ。あれなんか前回より全然硬いんだけど。こいつも仕上げてきたな。よし、別の排熱機関を探せ。外郭が変容、マグマの流れが変わりました。よし。あ、今やれるってこと。なんか無理なんですけど。あ、いた、いたいたいた。おお、1000ダメージ出たよ。距離が届いてなかったんだな。おい、これ排熱機関じゃねえわ。そこら辺の岩、岩に自我があったわ。おー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 、え、嘘でしょ。え、俺負けるのこれ。単発式高速弾用意。てー、今だ。てー、てー、高速成功。ドラマグナラオスの動きが止まりました。何
イス。これは？これは？殴れねえわ。隣よ。エルギガンテだ。うわ来た。やはり来た。ハンターたちに次ぐ。奴の迎撃準備をしろ。エルギガンテが現れました。外角前方。行け。めちゃめちゃ俺踏みつぶされてるやんけ俺。おーい。どうすんのこれ。俺も一回死んだら終わりなんだけど。ガチじゃん。ガチ対決なんだけど。片頭。はい。おい他のあんたも来てくれ。マジで一人はきつすぎる。はいはいはいからのクラッチ大車輪で最後に傷もつける。ほらはよ来い。オッケー。いやもうあいつらが来る前に俺が倒すわ。たった一人でな。はいブヤガーイ。ハンターたちはネルギガンテの撃退を続行だ。ドラマグラム体勢を変化、立ち上がろうとしています。揺れに備えろ。振り落とされるな。すごい俺秒で撃退したんだけど。あかーん。あネルギガンテどこ行った。マグダラオスが二足状態に体勢変更。私はネルギガンテの撃退を続行。任せたぞ。え、ネルギガンテどこよ。まだこれはネルギガンテを撃退しました。あ、撃退したわ。見事だ。このまま作戦を続行するぞ。クソスリンガーがなくて落とせねえ。あれあったー。こそこそ隠れてんじゃねえぞ。俺はネルギガンテよ単独撃退した男だぞ。つかあれ気をせ。体力の相違、まさかこいつ相手に体力の相違を解禁する日が来るとはな。舐めてたよ君を。ただこれはどうだい。3回やっても壊れない。マジあかん。プルプルしてるわ。え全体攻撃じゃん。壊れな。なんか俺から風が出てる。これより最終攻防に移行する。ハンターたちはあらゆる手を駆使し、マグダラウスの体力をできる限り。いや硬すぎ。あこれだ。これが最後の砦となる。障壁を破壊された時が作戦の失敗と心得ろ。おお。2つ目の排熱機関を破壊しました。あどこにいんの。あ、そっちか。ちょっとガンランソのために。気合い入れろよ。こいつの素材が欲しい。ここか。てぇ。え、あ、当たってる当たってる。距離が遠すぎてラグあるね。あ、生太郎入れといてくれたか。壊れな。なんでこいつら自分で撃たない。まさかプレイヤーに忖度してくれてる。世界観がプレイヤーに対応を撃ってもらって気持ちよくなってもらおうっていうゲームじゃん。モハンワールドってまさかゲームなの。単発機高速弾ある。てぇ。あれちょっと待って撃ち方が分かんねえんだ俺。よっしゃー。体力のソム脱がなきゃ。あ、ノボ太郎何？もう4発もやるじゃねえか。よし。おお、かわいい。頑張ってるよ短い手で。よし。あ、激流走来た。船の先端ね。これだけまずお見舞いしてひるませるべ。これえ何これ どうやって行くのこれ。あーこうか。行くぞ。さあ行くぞ。気合い入れ
て2400。あ、しかもここにも台本あんじゃん。死ぬほどあるんだけど、死ぬほどあります。それが壊れない。あ、これ当たんないかも。あー最悪やーと思ったら当たってる。十分です。お、俺が最後だ。激流走はいけるぜ、ついちゃん。よし、けこれは対古竜最新兵器だわ。ゲームクリアか。これ爆発するシーンでないんだっけ、ゾロマグダロースが。じいちゃん、うん、おぉよし帰るぞ。なんだこのラージャン。うわ、これでようやく防具作れ、あ、待って、宝玉出たんだけど。でも宝玉以外は前と変わってねえか。勇気の証。あー、これ船だ、船で買えるようになった、こういうの。なるほど。いやー、これちょっとレイヤーの暇があるからこれ買っとこうかな。で、仕入れの希望。あ、いいじゃん、素材アイテム。なんかモンスターの素材取ってきてくれよ。こんなのもあったか。どうした、休暇は終わりか。こちらは今古竜あたりに関する報告書をまとめているが、さすがに膨大だな。ギルドに提出できる提を整えるまで今しばらく時間かかりそうだ。提出が済んなら調査団の今後について方針を決めなくてはならない。方針によっては調査団は解散、国への帰還命令が出るかもしれない。気になることがあるなら今のうちに済ませておいてくれ。ああいいですね、最近は差し迫った調査もないし、なんだか平和でいいですね。そういえば気になる方向が2つあったんだっけな。4機団の調査員が大有塚の荒れ地で不審な痕跡を調査中に負傷して帰還、それと大有塚の荒れ地にてプケプケを目撃、荒れ地にプケプケは生息していないはずですよね。うーむ、ほほう。ちょっと休暇を切り上げて大有塚の荒れ地へ探索に行きませんか。ぼんやりしてたら狩りの腕もなまりそうですし、ほらね。あ、探検隊帰ってきた。これずっと忘れてたな。いやー、まあ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 、思ったよりはって感じだな。これもうちょっと行けるところが増えたらさ、いいんじゃない。あ、なんかこれ猫が強い、白滝傭兵隊。ほら、オドガロンとかレイゲーナとかリオレウスとかもいけるか。まあいいや、これちょっとオドガロン
やってこいよ。え、まだドラマグナロスの防具出ないんだけど、これどういうことこれ。上位行ってからってことか。久しぶりですね、この感覚。のんびり見て回りませんか。何がのんびりだよ。狩り場を舐めるな、素人め。あ、リオレイヤーの痕跡ですよ。お？あれ？これ本当にリオレイヤーの痕跡ですかね。あー、リオレイヤー亜種の痕跡だね。ピンク色だから。やっぱりプケプケ。それに相棒、敵を狩猟しましょう。この異変を調査しなくては。あ、これあれか、これ上位か、これ上位だ。なるほど、何が変なんだと思ったわ。バカだれお前、今さらプケプケなんざもう朝飯前なんだよ。はいはい。あ、ガシャプーだ。ガシャプー来た。ガシャプー、お前あれなんだな、あれちにもいるんだな。よっこらせー。何が上位じゃ。おい、やめとけやめ、お前ディアブロスに勝負挑むな。お前こいつ上位になって気が大きくなっちまったのか。酔っ払ってるみたいな感じよ今。アドレナリンドバドバだからね。あ、上質な肩骨、これも上位素材になってるわ。星晶原石龍脈の結晶、キャラーイショー545。硬えな、500で終わんなかったか。俺のため切りを耐えたのはお前が初めてだよ。剣閣上輪、これでプケプケの片手強化できんね。一同揃っている。これより緊急作戦会議を開始する。古流調査の一段落もつかの間、調査班より気になる報告があった。このところハンターたちから見慣れたモンスターが思いがけない場所にいるという報告が多数上がってきているんだ。それだけじゃない、調査中に大怪我を負って帰還する例も増えている。彼らによると退治したモンスターは従来のものをはるかに上回る強さだったらしい。それともう一つ、これは5期団から報告してもらおう。先日大蟻塚の荒れ地で不思議な痕跡を見つけました。リオレイヤーのものと思われるのですが、そうとも言い切れず、大きさ、特徴、いずれを照らし合わせてもリオレイヤと微妙に符合しないんです。強靭なモンスターの出現といい、不思議な痕跡の存在といい、どうも偶然の出来事ではなさそうだ。総司令、どうします。よし、取り急ぎこの現象の調査を行うぞ。我々が行うべきことは2つだ。1つは各地に赴き強靭なモンスターを調査すること。今一つは五機団が見たという痕跡を集めることだ。強靭なモンスターを調査しながらこの痕跡の有無に目を光らせてくれ。わかりました、探して集めます。いいな、勝手の違いを侮るな。見慣れた相手でも油断は禁物だ。以上、解散。さあ、こっから上位だ。